8888民主化運動は、1988年にビルまで行われた国民的な民主化要求運動である。1988年8月8日のゼネストデモが民主化運動の象徴として捉えられているため、888民主化運動の名があるが、学生を主体とする運動は1988年3月頃から継続して行われていた。 運動の中、7月23日にネウィンの長期独裁政権は退陣したが、9月18日に国家法秩序回復評議会による軍事クーデターが発生し、民主化運動は流血を伴って鎮圧された。この過程で僧侶と一般人を含む数千人がビルマ軍により殺された。1962年のクーデター以降、ビルマは ネビィン将軍率いるビルマ社会主義計画等が政権を握り独自の社会主義政策を取る孤立した軍事独裁国家だった。1987年9月、政府は75、35、25チャット紙幣の流通を廃止すると発表し、財産を失った国民の不満が蓄積した。 1988年3月12日夜、ラング運航科大学付近の喫茶店で学生が地区の有力者の息子らと口論となり、やがて学生デモ隊と治安部隊との衝突に拡大。3月13日、治安部隊の発砲により学生活動活法網らが死亡した。この事件は反体制、反独裁、民主化要求運動につながり、 デモに加わった学生の多くの犠牲を伴いながら、拡大し、地方へも波及した。7月23日にネウィンは、BSPP 議長を辞職し、セインルインにその座を譲ったが、依然として軍政に影響力を持ち続けていた。ネウィンは辞任会見で、国軍は騒乱を起こす者に重厚を向ける、胸の発言を行った。全ビルマ学生連盟は一党独裁の打破を求め、 1988年8月8日に、ビルマ全土で大規模なデモを行うことを呼びかけた。学生主体であった運動に、政府職員、物騒、軍人、税管理、教師、病院職員なども含んだ様々な分野の市民が合流した。これに対し、軍部は無差別発砲を行いデモの鎮圧を図った。この年の4月2日に、 病気の母を看護するため、ビルマに帰国していたアウンサン・スー・チーは、8月26日に、シュエダ・ゴン・パゴダマイ集会で演説を行い、この国の民主化運動を象徴する人物となった。9月18日、そう、マウン将軍を議長とする国家法秩序回復評議会は、軍事クーデターによって実権を掌握し、軍事力によって民主化運動を鎮圧する一方、 複数政党制の導入と総選挙の実施を約束した。これに対し、アウンサン・スー・チーラは9月27日に国民民主連盟を結成した。1988年の民主化運動の始まりから、鎮圧に至る過程で、軍は学生、仏僧を含む数千人の市民を殺害したと言われる。ありがとうございます。